早すぎる RPG。 どうもバカゲー RPG のお時間ですね。いやこのタイトル画面に BGM、 なんかもうサザエさん見てる気分になるわ。安心感が異常だもん。でですね、この私のバカゲー RPG シリーズ、一定数の狂った信者がいるんですよ。キヨー、なんかわけわかんねえ RPG やってくれよっていうね、一定数狂ったやつらがいるんだよね。なおかつ俺もたまにやりたくなっちゃうの。多分これ呪いにかけられてんだと思う。バカゲー RPG を実況したくなるっていう呪いに。そこで今回は早すぎる RPG。 いやもうこれ予測するまでもないね、全部がきっと早いんでしょうね。じゃあやっていきます。ニューゲーム。どんぐらい早いんだろう。せっかくならもう狂ったような速さでいてほしいな。おっせおっせいや遅かったって早すぎるか遅すぎたぞ。今遅すぎた原爆だったぞ。完全に今の遅かったよ。久々に会心のツッコミした気がするもん。おっせって、いや逆に早すぎて遅く見えんのだこれ。その現象か、ハードゲート一緒か、めちゃめちゃゆっくり腰振ってるけど超高速なんですよみたいな。早すぎる、なんという速さだ。遅い遅いよ、まれに見る遅さだけどねRPG このシリーズやっててもトップレベルで遅いよ。なんという速さだ。住みにくい世界になった。読みにくい世界なんだけどな。お前らにとっては住みにくいかもしんないけど、俺にとっては読みにくい世界になってんだよな。住みにくい世界になった。こうなればどうするんだ。俺の魔力を使うしかない。あ、これもしかして魔王側なのか。魔力を使うって言ってるってことは魔王が言ってんのか。あの頃の世界に戻すんだ。誰こいつ、こいつ誰だ。魔力使うってことは多分良くないやつだとは思うんだけど、あの早すぎないのよ全然。早えあ、なに、もう始まってる。何があったんですか。また若き先の様子がおかしいので、一体どうなさったのですか。どうやら魔王に物量をかけられてしまったようだ。あの国王どうした。ずいぶんゆっくり喋るのですね。ああ、キサキが追いつけるようにの。キサキ様が、それこそがキサキのかけられた呪いなのだ。おっさい、おっさいね。私は話すのが遅くなってしまったの。これはきっと魔王の仕業。こんなにお得で話にならすごくイライラする。そこで勇者よ、魔王を倒して若き先の呪いを取り出し、わかりました、必ず魔王を倒しましょう。報酬は一条約千万字も約よ。読めない読めない、そのもうそれよから。うむ、やはりイライラしてきた。話すスピードを上げよう。そうしましょう、僕もイライラします。どういうこと、これ以上スピードを上げるな。キサキとこいつらの会話の速さがちょっとさ違う。風邪ひく風邪ひく風邪ひいちゃうよ。まあ、もう無理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 、もう無理もう無理もう無理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 。お願いします、ハロルド。そしてあとは聞き取れなかったけど、ねえ俺もそうだよ。なんかメガネですって言ってんのだけなんとなく見えたかも。なんとなくメガネですだけ見えたかも。仲間のやつら誰も名前わからない。名乗ってた気がするけど誰一人として名前わかんないな。喋んなよ喋んなよ、ハロルド、ハロルド、お前もう喋んなよ。あ、いいな、キサキのスピードがなんかすごい普通に感じる。南の森を抜けて魔王城へ行くのです。南の森を抜ければいいんだね。よく見たら兵士も早いんだな。それでは行ってらっしゃい。まあ遅いねこれで。あ、まあ動き、あ、まあ早いのかな。まあまあ早いっちゃ早いのかな。で、キサキはずっと遅いんだもんな。南の、くそ、もういいもういいもう、押しても押しても進まねえ、これ連打しても進まねえ。行くのです。ずっと遅いんだな本当に。で、王様早いんだろ。交通事故に気をつけるんだろ。交通事故に気をつけます、王様早い。いや違くないね、ちょっと小刻みに揺れてるぐらいもそんな早く表現されるってことなの。めちゃめちゃ絵が早くなっちゃってるけど。ごちゃめちゃ早いのよ、早い。もう一回見ていい、頑張ろう頑張ろう。50m、僕の俺が何か言ってんの、何か言ってる、何か言ってるよね。僕のメガネは何て、僕のメガネは何て言ってる。僕のメガネは僕が守ってみせます。何言ってんだこいつ、こいつ何言ってんの。
僕を、ま、あ、僕のメガネは僕を守ってこれいられないこのメガネ。このメガネちょっと嫌だな。で、早いな、みんな。みんな早いし、レベルも高い。レベルも高いね。で、セーブして、なんかスキルは持ってんのか、サンダー、ファイヤー。もっとさ、なんか特殊なスキル持ってないの。つまんねえな、お前ら。クソつまんねえスキルだな。ここら辺もまあ全部、ここら辺も速さとかは関係ないんだね。速度230。速度だけちょっと速くなってんのか。OK、進んでいこう。で、BGM も速い。ちゃんと BGM も速い。なんか一応セーブしといていい？念のため一応セーブしといていい？で、これ、まあ、どっか行くとかはないのかな？X キーでウィンドウ行った。左下どうなってんだよ。左下のやつどうなってんだあいつ何がしたい、いや逆に何がしたいのかがわかんねえあいつ。待って、セーブしろって言ってたよな、セーブしろって言ってたよな。セーブしてこれ話しかけ、うわ、何どういうこと、ゆうじ交通事故による交通事故、こんなタイプの交通事故見たことないって。お前出たゲームオーバーの BGM は遅いのか早いのか分かんないな。待って、左、じゃあこいつら全員話しかけれないってことなのかな、そういうことなのかな。でもあいつ気になんだ、あいつ気になんだよな。こ、よし、行った、話しかけていい、多分無理なんだよね、これ。行って、しかもこいつ馬だ人じゃねえ馬だった。くそ、こんなくだらねえミニゲームに時間を使われるわけにいかない。左行ったら右、ここで投げなセーブして、ちょっとでいいんだよ、その速い要素ちょっとでいいんだよ。なんで難しくしてる、微妙に難しくすんな。ここで次下、はいはい、ここ、よし、でセーブ。くそ大変な世界にいる。これ待って、ここ待って、ここも入れないの、ね、こういうさ、お店的なところも入れないんだよねきっと。あー、え、防具も無理。なんとなく飯屋はわかるけど、これ防具も無理もう決めた、どこにも入らない、俺もどこにも入らないからな。で、ここ大丈夫、下大丈夫、気になるな、右下のやつ。ここむずいな、ここむずいな、一気に行くか、ここ、うわー、一回右行くか。あ、分かんなくなってきた、あ、もうタイミング分かんなくなってきちゃったじゃん。ここ、あ、行った。で、次、あ、セーブ。ここまでセーブを求めることなかなかないぞ。で、次は左下行こう、もう下行っちゃおう。ここ行ったら、難しい。よし、違う。よし、あ、行った。セーブ。セーブ。この一個の街でこんなにセーブること俺ないよ。うわ、もう変な動きを入れるな、お前。変な動きを入れるな。一気に行けんのか。上でウニョウニョやって行くか。ここ、わかんなくなってきます。右だな。上でウニョウニョやったら行きます。次、セーブ。セーブはする、絶対にセーブする。待って、セーブシール。これ、ジョージダッシュオンにしたらどうなんの。あ、変わんないか、スピードは。はい、動く。そのまま下行ったら、下ウニョウニョ行った。で、ここセーブ。いいよ、そろそろじゃない、そろそろ、ここ難しいな、これそろそろ難しいな。なんでも左下行けばいけんな。わっ、行った、セーブ盛り上がりすぎだろいや、もうミニゲームよ、ただのこんなのRPG でもなんでもないのよ、ここなんで俺こんなに盛り上がってんのって今自分で思っちゃってるもん。左気になるけど、えっ、関係ねえ、あいつは関係ねえな、きっと。はい、いけるかな、いったここまで来ればどうも大丈夫だ。お、急に仲間が出てきたな。これ他はもう何もないのか、これ街には戻れる。あっこれタイトル画面もそうだしさ、これマップも見て、このマップもそうなんだけど、まっさりしてんの。もうちょっとこれ、もうちょっと凝って作れや。あ、そうだ、早すぎる RPG 考えたぞ。面白そうだよな、とりあえず作ったろうみたいな感じで作んな。タイトル画面のさ、初期フォントみたいなのもやめろ。ここももうちょっとじっくり作れ。で、南の森ね。ゆっくり歩くのも疲れんな。全然ゆっくりじゃねえよ、相当高速だったぞ。そうね、早いんだって、早い。そうだな、もう街の人とはぶつかる心配がないし、これからは早く歩くことにしよう。もう早く歩いてただろ、お前ら。どういう、早いな。
早っ。みんなわかんないかもしんないけど、さっきよりだいぶ速くなってる。すげえ速くなってんのよこれ。うわ、敵は普通にいるんだね。あ、もう俺何もしてない。ボタン押してないのよ。ボタン押してないよ俺。って勝手に戦闘してるじゃん。もうここのマップ進むスピード速い。ボタン押して勝手に戦ってくれてるし、強いな。みんな相当強い。80レベルだったもんね。よく見たら80レベルだもんね。でもね、もう速すぎる RPG って言わないで。もう全然俺戦うボタン押してないのよ。ただ速すぎるゲームなのよ。戦闘も俺にやらせてくれないんだね。これ何、俺ただ移動しかしてないよずっと。これもう見て始まるよ。はい、始まる始まる。強いな、サンダーとか攻撃が。で、下の、あ、敵もよく出てくるね。早い、分すごい敵も多いんだけど、強すぎる。お前ら1ぐらい食らえ。1ぐらい食らえ、お前ら。早すぎんだよ、ちょっと。で、ここ抜けてって右かな。あ、もう早いの、短い。森短けえな。森すげえ短かったな。で、セーブしとこう。セーブして、はい、入ってったよ。来たよ。こいつ誰だ。セーブしよう。なんか手下か。あ、遅いこいつ。魔王に挑みに来るとは愚かなに。早いな。わあ、なになに、わあわあ、もうわかんねえ。あなたたち何を言ってるのか全然わからないわ。ま、いいわ、軽くひねりつぶしてあげる。押してないよ俺ボタン。ゆっくりしろなあいつは。何もしてない、何もしてない、つまんないよねえ。戦闘全然おもんないんだけど。戦闘全然つまんない。もうちょっとさ、あ、ここはこうした方がいいのかとかさ、魔法は効くじゃんとかやりたいよ。勝手な意志で戦うんだよこいつらが。自分たちの意志で戦うから全然面白くないし、こいつらの会話一回も聞き取れないよ。ぐわー、おっせえな。ぐわーも遅いな。おっそ、セーブする。倒した後なんか家をやったぞみたいな。で、セーブして、はやっ、あわあわ、なに、どうした、目が、なマンチョルメルスケ。さよならって何、さよならって何、ごめん、さよならって何、何があったの今の時間。え、今の時間何があったの。もう一回試していい、もう一回聞きたい。今きっとスッて読めばいけるはずだから。いくよ、ハロー、どうした、そのダンチャンマスタータンバンカータン。ま、読めないね、何も読めないね。2回見たけど何も分からなかったね。なんでこいつがごめんさよならって言ってんのかが分かんないもんね。え、ごめんさよなら、何。展開知らんのよ。遅いのも案外悪くないかもって。今までが早すぎ。王様うろちょろすんだお前。私たちのスピードを重視した結果、戦争にもな、今さら捨てるわけで戦争に勝ったんだね。そうね。テレーゼ言っちゃったね。なんでテレーゼ言っちゃったねだけはすごい普通の速さなんだ。テレーゼ言っちゃったね、なんで普通の速さなんだ。しかたない。まあ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 、なんかお前ずっとメガネの話してないねえ。お前一人でずっとメガネの話してない？ちょっと俺気づいちゃったかも。お前会話してるように見せかけてさ、ずっとメガネの話してるよね、このメガネ。このメガネだけずっとメガネの話してる、絶対に。嬉しいこと言ってくれるな。なんて言ってんのか何にもわかんないのよ。嬉しいこと言ったの？メガネの話してない？駐車されるメガネ、あーあーあーだけは見えた。行くぜ。来た。よく来たな。急にそんな BGM を入れるな。なあ、もういいんだよ別に。なんだったらここ BGM なくてもいいんだよな、作者。お前はどういう思考で作ってるこのゲームを。早い者たち。お前がマクガキオとかメガネの話しまたしてたよ。貴様らは間違えている。間違えてる。早すぎるっていうことが間違ってるってことなのか。速さこそ全て。それは違う。うん、絶対に違うと思う。俺今回に関しては魔王側に立ちたいなってちょっと思ってますもん。鳥のさえずりは聞こえるか。森のざわめきは。魔王のセリフに見えねえよ。そうだよな、聞こえない。何も聞こえなかった、ここに来るまで。早すぎる。
お前たちには聞こえない。そういうものに耳を傾ける余裕がないのだ。早すぎるってことはさ、年齢は そこは関係ないのかな。自分の成長スピードは全然関係ないってことなのかな。それはまた別なのかな。こんな早すぎる世界は息苦しい。だから俺の魔力で世界のスピードをもっと遅くして、何にもせかされない住みやすい世界にするのだ。魔王、今まで見た中では比較的まとも、まともな魔王だな。めちゃくちゃにしようとしてないもん。住みやすい世界、そうだよね。俺の住みやすい世界じゃないもんね。どっちかというとみんなが住みやすい世界を作ろうとしてくれてるもんな。早すぎるよな。だってこれさっき成長スピードも早すぎんのかなとかさ、余計な考え言ってたけど、そんなこと絶対作ってる時考えてねえもんな。とにかく全部早く作ってやろうみたいな感じだもんな、きっと。お前、何だよ、メガネ最高って言った今絶対。わ、なんて脅しているのか。脅してたの今。メガネっていう文字だけはちゃんと俺の見えに入ってくる。メガネっていう文字だけがスッて体に入ってくるようになっちゃった。無駄なことだ。なぜなら俺はお前たちの言うことが全然聞き取れないからだ。俺も奇遇だな。俺もだ。魔王、これたまたま偶然なのかな。魔王、俺も聞き取れないのよ。全然メガネしか入ってこないんだ。だがこれだけは言える。お前、おい、まだ言ってる途中だよ。まだ喋ってる喋ってる。早い。あ、ルケ、あ、魔王強よ。魔王強よ。魔王強、喋ってる途中だったもんね。これはダメだよね。ただまだ食べてる途中でしょうが、北の国からと一緒だよね。まだ喋ってる途中でしょうがだったもんね。すっごい強かった。今の流れだとすごいペースで生やして倒してやったーと終わるかと思ったら、ダーク、話している途中で攻撃しやがって。お、魔王、さあ貴様らにも遅くなる呪いをかけてやった。ありがとう魔王。これで何を喋ってんのかがわかる。魔王に感謝する時って来るんだね。ありがとう魔王。後ろの方の何、火事になっちゃうよ。これからはせいぜい小鳥のさえずりや森のざわめきに耳を傾けるんだな。優しい言葉、すっごい優しい言葉をくれてる。小鳥のさえずりや森のざわめきに耳を傾ける。何それ、どこで育ったの君。田舎育ちの魔王じゃん、もう。倒さないの。なんだなんだ、誰誰こいつ。聞こえるか、ハロルドよ。だ、誰だ。私はスピードの神。何スピードの神って。いい、見ないよそういうの。急に出てくんな、スピードの神みたいなやつ。スピードの神、フラッシュってこと。フラッシュってことなの。海外ドラマだよフラッシュ。選ばれしお前たちに最高のスピードの力を与えよう。いらんのよ、もういいよ、もう別に。もうゆっくり小鳥のさえずりとか森のざめき聞きたいから俺も。お前何だったら、お前神とか言ってるけど、お前も悪魔みたいなもんだからな。スピードのせいでぐちゃぐちゃになってんだから。何最高のスピードって、小学生が考えても。あー、もうダメ、もうダメ、もう無理、もうやめた、やめた、もうこのゲームやめた。何やってこれ。例えばなんか気持ち悪いということだ。だけど勝手にしろ、勝手にしろ、勝手にやれよ。もう試合早すぎて全部当たってね、こっちに攻撃が。くだらねえ。ちょっと長いな、戦い、ちょっと戦い長いな。笑うわ、こんなの絶対笑うわ、こんなゲーム。こんなんだこのゲーム。あ、なんかもう疲れてきたね、疲れてきたんだけど、
ちょっとお水飲みます。別に BGM 早くする必要ないからね、これ。ぐわ、その横のさ、動きやめろ、お前ら。な、勇者一同の横の動きやめろ。なんかもう合体してるように見えんだよ。ぐわー、倒したの？よし、帰ろう。よし、帰ろう。あー、わー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 、さっきより早くね。まあ、私は、まあ、それでもこの通り、あー、なま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 いくらなんだろうな、これ。はぁ、はぁ、それでは約束通り、もういっぱいくれてやろう。すごいな、動きが早い。さっきより速くない？なんかどんどん速くなってない？速すぎて死んじゃうんじゃない？アリゴザー。何アリゴザって。勇者と国王は交通事故により命を落とした。ねえ、もういい、もうどうでもいいわ、もう。もう落ちどうでもいいもん。もういい、もう落ちはどうでもいいの。もういいよ、もう事故でより命、もう好きにせ。好きにせ。もう好きなだけやってもらったから。俺がやったこと移動だけなのよ。一回も戦闘もさせてくんないし、終わるんだろこれきっと。あ、それを見ていたキサキは速さを追い求める生活は捨てることにした。うん、そうか。そしたか、キサキの布告により住民たちも徐々に遅さを取り戻していった。あ、普通の生活になっていくってことなのかい、これで。住民たちは小鳥のさえずりや木々のざわめきに気づいた。ああ、もともとね、そうだよね、失われていたわけだもんな、そういう生活が。でもやっと、あ、そういえば戻って感じたけど小鳥のさえずりとか聞こえんなっていう風になったってことなのか。私たちは何をあんなに焦っていたのだろう。ああ、焦りすぎっていう速さは良くないよっていうことなのかな。別にそんなに焦んないでゆっくり生活するっていうのも大事なんじゃないっていうね、そういうメッセージなのかな。こんなにも素晴らしい環境に囲まれているのに、キサキはこのことを教えてくれた魔王の墓を作った。そうだよな、魔王は結局その普段のね、ゆっくりした生活の大切さっていうのを教えてくれてんだもんな。まあ魔王とか奇跡、キサキっていうより、このゲームが俺に対して教えてくれてんのかな。そして国王や勇者のことは次第に忘れられていったのだった。そっか、まあいい記憶ではなかったってことなのかな、速さを追い求める。まあ国王はさ、戦争に勝ったから速すぎるのも大事だって言ってたけど、まあ勇者のことは忘れないでほしいけどね。魔王を倒した一人なんだしさ。は？なんだこのゲーム、何がゆっくりする生活の大事さを教えてくれるゲームなのかな、なんで教えてくれるわけねえだろこのゲームが。ジエンド早いなあ、もう。でタイトル画面行くんでしょ。おっと、タイトル画面に行かない。なんだここ、死後の世界みたいなところ来たぞ。何ピザ一切れだけ食ってんだお前。お前、俺がこのゲーム、俺がこの世界に来てから食え。何お前先に一切れ食ってんだ。ピザだ。誰かの食べかけだから食べ、あ、お前じゃないなら食ったろ。ちょ、セーブしといて、早い。ずっと早いままだ。気づいてる？死んだことに。早すぎて気づいてないのか？何かの肉だ。臭くて食べる気はしない。確かにこの肉はあまり食べる気しないな。誰だお前は。いや、こんにちは。このゲームをプレイしてくれてありがとう。ある日、早い RPG ってものを思いついてしまって、こんなものができてしまったでしょうね。ある日思いついちゃったんだろうね。で、とりあえず作ったろうの精神だもんな。なんかこれで終わりじゃ味気ないから、ミニゲームを作ってみて。いらないいらないいらない。味気ないと思ってんの本当に？だとしたらイカれてるぞ。味気ないわけないでしょこのゲームが。ミニゲームやってく？そんなもんやらない。他のゲームないの？そんなもんやらない。そっか、まあゆっくりしてって。寂しそうだな。ちょっとやってくかミニゲーム。じゃあミニゲームやってくよ。じゃあちょっと、オッケー。なんで一回考えたんだ。エンジョイしてってね。どういうミニゲームなんだろう。くだらんもうくだらねえずっとくだらねえこのゲームハハハハハ簡単だな